岩波講座世界歴史は岩波書店から刊行された歴史学に関する総書原始、古代から現代に至る世界の全歴史をカバーし岩波講座シリーズの一つを成している。これまでに同名のシリーズが3回刊行されている。多数の研究者が書き下ろした専門的な内容の論文を時代別、テーマ別に並べて各館を構成し、 全体で世界の原始、古代から現代までをカバーする形式の、いわゆる、講座物の,の総書である。編集委員会が時代及びテーマを設定して、各執筆者に振り分け、出来上がった原稿をチェックして刊行される。一般向けの啓蒙書というよりは、大学生以上の専門的歴史研究者や、高等学校などの歴史担当教員を読者として、想定した。 各時代の個別のテーマに関する概説的論文が中心となって収録されている。編集、印刷が完了した末期から順次刊行を行うので、必ずしも各館の関数が刊行された順とはならない。第1次、第2次シリーズでも、著名な研究者、文化人等が書いた小文を収めた別刷りである、月報を各館の付録としている。月報は、 各館の観光順に番号をつけている。1969年から1971年にかけて観光された。全31館からなる。これは岩波講座の中で一つのシリーズとしては最も多い観光点数である。別館では現代歴史学の課題として歴史意識の展開、歴史学の理論と方法、 日本近代史学の再検討を取り扱う。時代区分としては、古代、中世、近代、現代を用いている。古代1から6巻で、オリエント、地中海、南アジア、東アジア、内陸アジアの各地域世界の形成。中世1から7巻でヨーロッパ、西アジア、南アジア、東アジア、内陸アジアの各地域世界の展開。 近代1から10巻で、ヨーロッパから世界へ広がる、近代世界の形成、展開、現代1から6巻で、第一次世界大戦及びそれ以後となっている。古代1、古代オリエント世界、地中海世界1、古代2、地中海世界2、古代3、地中海世界3、南、アジア世界の形成、古代4、東アジア世界の形成。 1古代5島アジア世界の形成2古代6島アジア世界の形成3内陸アジア世界の形成中世1中世ヨーロッパ世界1中世2西アジア世界中世3内陸アジア世界の展開1島アジア世界の展開1中世4中世ヨーロッパ世界2中世5中世ヨーロッパ世界3 中世6等アジア世界の展開に中世7、内陸アジア世界の展開に南アジア世界の、展開近代1近代世界の形成1、近代2近代世界の形成2近代3、近代世界の形成3近代4近代世界の、展開1近代5近代世界の展開2近代6、近代世界の展開3近代7近代世界の、 展開4近代8近代世界の展開5近代旧帝国主義時代1近代10帝国主義時代2現代1第1次世界大戦現代2第1次世界大戦直後現代3920年代現代4世界強硬期現代5930年代現代6第2次世界大戦別館現代歴史学の課題 総目次創作院1997年10月から2000年8月にかけて刊行された。全28巻及び別巻からなる。これは岩波講座の中で一つのシリーズとしては2番目に多い刊行点数である。通史編とテーマ編から構成される。通史編では世界の各地域の各時期が割り当てられており、それぞれの論文は 特定の地域と時代についての全体構造を論じる構造と展開国家の枠組みに収まりきらない地域や辺境などの得意点に着目する教育と局所学会における論争的な問題を取り扱った論点と焦点に分かれて収められているこれに対しテーマ編では特定の時代に世界に共通して見られる事象に着目して 地域を超えた教授的連関を検討し、その世界史的意味を考える内容となっており、それぞれの論文は、構造と展開、地域を超えた交流や比較を行う、交流と比較、論点と焦点に分かれて収められている。さらに、第一巻には全体を総括する役割を与えている。第一次シリーズと異なって、特定の時代区分は設けていないが、 事実上の原始から中世にあたる16世紀以前に11巻、事実上の近世から現代にあたる16世紀以降に16巻を割り当てている。また、第1次シリーズに比べて、アジアイスラム世界の記述を増やし、西洋の記述の割合を下げるなどの特色を持つ。世界史へのアプローチオリエント世界7世紀中華の、形成と、東方世界2世紀地中海世界と、 古典文明前1500年後4世紀帝国と、支配古代の遺産南アジア世界、東南アジア世界の形成と展開から15世紀、ヨーロッパの誕生4から10世紀ヨーロッパの成長11から15世紀、中華の分裂と、再生3から13世紀イスラーム世界の発展、7から16世紀中央ユーラシアの統合9から16世紀遭遇と、発見異文化への視ア東アジア。 東南アジア伝統社会の形成16から18世紀スラーム、韓インド用、世界16から18世紀商人と、市場ネットワークの中の国家主権国家と啓蒙。16から18世紀間大戦用、革命18世紀後半から1830年代工業化と、国民形成18世紀末から20世紀初移動と、移民地域を結ぶダイナミズムアジアの、 近代19世紀イスラーム世界とアフリカ18世紀末から20世紀初産業と革新資本主義の発展とヘニオアジアとヨーロッパ1900年代20年代解放の光と影1930年代40年代戦争と平和未来へのメッセージ経済成長と国際緊張1950年代70年代ポスト冷戦から21世紀へ1980年代 普遍と多元現代文化へ向けて、別館総目次文献作品2021年10月から、刊行開始。全24巻からなる。論文は、対象地域、時代の通史を描く、展望、通史の中で特に問題となるテーマを掘り下げる、問題群、個別的なテーマで、時代像を保管する、焦点に分かれて収められている。 近代以前の南北アメリカ大陸、アフリカ、太平洋地域に各一巻を設け、また第二次シリーズまで別々の巻として扱われていた、原始、古代から中世の西アジア史及びヨーロッパ史は4巻にわたり、貫地中海世界として共通の巻で構成されている。世界史とは何か、古代西アジアとギリシア全1世紀ローマ帝国と、 西アジア前3から7世紀南アジアと、東南アジアから15世紀中華世界の清水4世紀、中華世界の再編とユーラシア東部4から8世紀、東アジアの展開8から14世紀西アジアと、ヨーロッパの形成8から10世紀ヨーロッパと、西アジアの変容11から15世紀、モンゴル帝国と、海域世界12から14世紀構造化される世界14から19世紀、 東アジアと、東南アジアの近世15から18世紀西アジア、南アジアの帝国16から18世紀南北、アメリカ大陸から17世紀。主権国家と、革命15から18世紀国民国家と、帝国19世紀近代アジアの同体19世紀、アフリカ諸地域20世紀太平洋海域世界20世紀2つの、対戦と、帝国主義。 120世紀前半2つの大戦と帝国主義、220世紀前半冷戦と脱色民地化、120世紀後半冷戦と脱色民地化、220世紀後半21世紀の国際秩序、岩波講座と同様に、多数の研究者が書き下ろした専門的な内容の論文が並んで、世界史の前時代をカバーする形式の類似の総書としては、次のようなシリーズが存在する。 このうち歴史学研究会が編集した講座世界史は同じく歴研などが編集する講座日本史シリーズの事実上の姉妹編に当たるが、ほとんどが15世紀以降の時代に割り当てられている。客中参考文献、ありがとうございます。